こんにちは、戸松遥です。今回もですね、戸松さん名古屋のおやつを食べてみた企画やっていきたいと思います。はい、もうね、だいぶなんか長いことやっているような気がするんですけど、私ね、定期的にこう名古屋でお仕事させてもらっていて、その度にですね、名古屋駅で、名古屋のおやつをね、名古屋限定品、東海地方限定品みたいな、お土産のおやつをね、買ってるんですけど、ほんとすごいことに、来るたびに新しい商品だったり、まだこれ見たことないみたいなのがたくさんあって、もう、紹介したいものがありすぎるっていう、本当に嬉しいね、悩みでございます。意外と紹介してなかったなと思う味、今回はですね、手羽先味を手羽先縛りでご紹介していきたいなと思います。じゃあまずは一つ目はですね、こちらです。ドン、パプリカ甘辛手羽先味。はい、いやもう絶対美味しいでしょっていう、ハッピーターン自体が美味しいのに、これに甘辛手羽先味ってあったらもう美味しいじゃん。想像しても美味しいじゃん。ちょっとね、食べてみたいなと思います。あ、もうこれね、すごい、むちゃくちゃ手羽先の匂いするんですけど、手羽先だ、すごい。ハッピーターンなんだけど、ちょっとなんか YouTuber っぽくやった方がいい？見えるかな、見えるかな、胡椒見えるかな。これね、名古屋の手羽先って結構胡椒効いてるところとかもあったりして、結構ピリッとね、スパイスがあるんですけど、どんな味がするのかいただきたいと思います。うーん、めっちゃ美味しい。うん、もっこまる、あ、これ止まんないや。胡椒めっちゃ効いてて美味しい。そして恒例の指がうめえ、指がうめえ。ダメだ、止まんないな、これ。これ止まんないな。これはね、もう、ビールもマストだし、普通におやつとしても美味しい。このね、ちゃんとタレがね、すっごい濃くて、あと胡椒がすごい効いてて、でも別に私辛いの、得意じゃないんですけど、そんな私でもいいアクセントっていう感じのビリッと感なので、あ、これ、止まんないなっていう感想です。こちらです。ダン、あ、これ裏か、これ、あ、こっちかプリングルズ、プリングルズ、みんな大好きプリングルズ、手羽先味っていう、これね、東海地方限定の商品ですかね。うん、東海限定って書いてあるので、はい。だから今日紹介するやつは、お菓子のメーカー自体はもうみんなが大好き、あのお菓子ハッピーターンもプリングルズも有名ですよね。これ恒例行事ですから、戸松はシール取れないの恒例行事ですから、はい。今回のお菓子ハッピータムプリングルスも、お菓子自体は本当皆さん知ってるお菓子なんですけど、それの味付けが東海地方限定ということで、このプリングルスは3缶、1箱に3缶入ってます。なので1缶お友達とシェアしてもよしですよ。うん、お土産にもなおよしということで、開けていきたいと思います。いや、プリングルズめっちゃ久しぶりですわ。このさ、開けてさ、めちゃめちゃペラ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 って重なってるのがめちゃくちゃテンション上がるんだよね。あ、手羽先よ、これもちゃんと手羽先。ね、どっちも手羽先なんだけど、ハッピーターンはちょっと甘辛、やっぱり書いてある通りちょっと甘めの匂いがします。で、プリングルズの方は結構辛めのタレの味がします。味比べですね、手羽先味でもいただきたいと思います。美味しい。あ、美味しい。やっぱりさ、ポテトチップスじゃないですか、元々のベースがね。ポテトに手羽先の味がついてるっていうのが絶妙に美味しいですね。やっぱすごい合いますね、ポテトと手羽先味が。あと味も
あの結構優しめの手羽先味だったので全然飽きがこないです。うん、多分これ食べながら映画見てたら多分あっという間なくなっちゃうよ。いやちょっとどっちも美味しいな。この手羽先味の食べ比べも美味しいですねこれ。いや、やっぱメーカーさんによって味付けがちょっと甘めなのか、タレ自体が辛めなのか、胡椒が効いてちょっとスパイシーなのかっていうのが多分それぞれあると思うので、ちょっとまたね、あのタイミングが合えばまた手羽先味をね食べ比べしてみたいななんていう風に思いました。ぜひね皆さんも名古屋に立ち寄った時に食べてみてください。というわけでこの動画が良かったなと思う方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで戸松遥でした。バイバイ。